こんにちは、ほのぼの葉っぱチャンネルです。このチャンネルでは小さなハッピーを発見し、毎日ウキウキワクワクできる、そんなヒントになるかもしれない事柄をお伝えしていきたいと思います。これをご覧の皆様は毎日小さなハッピーを発見できていますでしょうか。私自身のことをお話ししますとね、毎日小さなハッピーをたくさん発見できているんです。その中がね、このね、植物たちに囲まれていると、毎日ね、小さな発見、小さなハッピーがたくさん降ってくるんです。今はね、冬で本当に寒いので、室内は暖房をつけているとはいえ、植物もやっぱりね、寒いなって思っていることが多いような感じがします。秋の終わりからですね、冬の初めの頃まではまだね、寒くなり始めということもあって、まだ成長を続けていた植物たちも今の時期となってはね、やっぱり成長がね、ほぼ止まっていて緩やかになっているようです。この時期になると植物のお手入れ、水やりとかですね、そういうことの頻度が減ってくるので、ついつい見落としてしまう方もいらっしゃるんではないでしょうか。水を欲しがっているタイミングっていうのも真冬でもあると思います。ふっとちょっと気を抜いているとね、すごいこの子水を欲しがっていたなって感じる場面がね、多々あります。やっぱりね、暖房を効かせていると、室内がね、すごいポカ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 暖かいですよね。で、植物っていうのは葉っぱから常にね、蒸気をね、蒸散しているんですね。なので、根っこから吸い上げた水が葉っぱから出ていってしまいます。でね、だんだんもう鉢の中の水もなくなってきて、葉っぱの表面も水がなくなると、どうしてもね、お肌のカサカサ、乾燥肌みたいな感じで、葉っぱもカサカサになってしまって、ちょっと反り返ってきたりとかね、ちょっとそういう嫌な状態になってくることがあるので、よくね、その鉢のね、土の中の状態を指入れてチェックしてみるとか、葉っぱのね、表面の状態をチェックしてみるとか、そのようなことを行っていただけたらと思います。毎日ね、できれば植物にお話しかけするときにね、状態をよく見てあげてください。葉っぱの表面、上から見るだけでなくてね、ちょっと下の方から覗いてみるとか、葉っぱの裏の方に害虫がついていることもあったりするし、裏の方に、ね、異変があることもあります。ですので、鉢の上からとか横からとか、こう見やすい位置から見るだけではなくって、本当にこう持ち上げてね、こうやって見てもいいし、全体を見てあげるようにしてください。それぞれね、見てあげると毎日違いがあるのがちょっとわかると思いますので、ぜひぜひやってみてくださいね。我が家の植物の観察日記みたいなものをまた昨日ね、ちょっと撮影してみましたので、そちらをご覧ください。こんな感じでね、ちょっと私いつも毎日見ていますよっていうのを参考にでもね、していただければなと思います。それではどうぞ。こちらのね、ワゴンに乗っていたスキンラプサスなんですけれども、こちらね、つるがね、どん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 伸びていき、もうね、いよいよね、一番下、床までね、つくようになってしまいました。ですので、今度ね、場所を移動してみようと思います。こちらのスチールラックにね、場所を移動してみましたよ。そうするとね、ちょっとね、長いつるでも、一番下にまではまだね、届かないので大丈夫です。こちらね、大きなモンステラはね、とっても元気です。新しい芽はね、スタンバイしているものの、なかなかね、開いてこない、展開してこない状態なんですけれども、とっても元気です。なぜ元気だってわかるかっていうとね、こちらの気根ですね、見えますか、この気根とかね、あと他にもね、気根がどんどん新しいのが増えてきています。ここにもね、出てますし、その横にも伸びてきていて、新しい気根がね、どんどんね、どん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 今出てきている、そんな元気のあるモンステラです。こちらのね、ピカスアルテシマも元気なんですけれども、今朝ね、ちょっと葉っぱがね、少し黄色くなってしまっているのがね、この辺りの葉っぱで、
2枚ねポロンと落ちてしまいました。こういうね色がね、負の色で変わっている黄色とは違って、ちょっと茶色っぽくなっている、黄色くなっている葉があるなと思っていたんですけれども、2枚葉を落としてしまいました。ただ他のね葉っぱはとても元気ですので、やっぱり寒さとね冬を耐え抜くために葉っぱを少し落としたのかなと思っています。こちらがねフィカスウンベラータです。このウンベラータはね、ここのね1枚の葉っぱだけ小さいうちからね少しね丸まっているなと思っていました。わかりますかね、こういうキュッとなってますよね。これはなんでかなってずっと思っていたんですけれども、どうしても寒いからかな、なんか縮こまっているようなんです。で、特にねそれだから元気がないってことではないので、特に心配はしていませんが、この丸まった状態でも葉っぱがだんだん大きくなってきているのでね、大丈夫そうですよ。このね観音地区はね2日ぐらい前に水あげたんですけれども、そうしたら結構ねしっかりと水を吸って、こういう葉っぱね丸く膨らんできていますよね。水が足りなくなるとね、ここはキュッてね葉っぱが縮んでしまうようなんですけれども、こういう風な感じがねふわっとね膨らんできますので、水をしっかりあげるといいかと思います。水はけのいい土が必要なんですけれども、お水は好きなようですよ。いろいろにこう付き合っていくと分かることっていうのが多々あります。私もまだまだね分からないことがたくさんあるんですけれども、毎日新しい発見がいっぱいで楽しいです。そしてこのテーブルヤシなんですけれども、だんだんね大きくなってきていまして、だいぶ小さい時にはねなかったことが大きくなってからはね出てきたりします。必ずと言っていいほど出てくるのが目なんですね。目というか花芽というのかな、今年はねこんな横から出てきていますね。ふわふわふわというのがね、これがねどうも花になるようです。このねふわふわの先っちょに丸いものがつくんですけど、それが花のようですよ。これちょっと拡大してみたんですけれども、見えますでしょうか。このね細長いふわふわのところに少しちっちゃな点々が見えますよね。この点々がねどうもねお花みたいです。これがねもう少し大きくなってくるとはっきりわかるようになるので、またね成長してきたらご報告しますね。こちらね以前刺身をしたシャコバサボテン、カニサボテンの芽が新しくね出てきています。根もねしっかり張っているようですね。このピンク色のね赤い色のものが新しい新芽になりますね。可愛いですよね。お花に見えて実はお花ではなくって、これは新しい芽なんですね。このような形で新しい芽が展開してきます。触ってみるとねしっかりともうね根っこがねついているのが分かります。もうねグラグラ動きませんので、こちらですね、コチョウランの鉢なんですけれども、最近動きが全然ないなと思っていたんですけれども、よーく見てみるとね、このね、根元の方のね、切った葉っぱの横に何か出てきていますね。これは気根なのかなと一瞬思ったんですけど、もしかしたらこの感じだと、花芽かもしれないですね。今から花が出てくるかもしれないです。いいですね。はい、いかがでしたでしょうか。植物たちのね日々の様子を毎日観察することが日課になっております。場所をね移動させてあげたりするのもとても大事なことです。成長に合わせてねこの場所に置けなくなったら次どこに置こうって考えたりね、火に当てる時にも順番に火が好きなね植物たちはローテーションしてあげるとか、そういうことも大事になってくるかなと思います。とにかくね毎日よく話しかけて、よく観察観察をしてあげてください。そうしてる間にね植物と自分との間に本当にコミュニケーションが生まれるんです。こんなことあるわけないでしょって、植物とね人間がお話ができるとか通じ合うってことがあるわけないじゃないって思ってる人が多いと思うんですけれども、実際に伝わるんです。私がねいつも綺麗だねとか大きくなったねって、こんなところから芽が出てきてねすごいねって、もうどんどん大きくなってねって言ったら本当に答えてどんどん大きくなってくれます。本当にねどんどん新しい葉っぱを出してね綺麗になろうって、で私たちのことを喜ばしてあげようって思ってくれるようになるので、本当に騙されたと思ってお話をしてあげてください。
今回は植物日記という形で我が家の植物が今どんな状態になっているかというのを軽く紹介させていただきました。もしね、少しでも参考になったよとか面白かったよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひいいねボタンやチャンネル登録でお知らせいただけたら大変嬉しく思います。皆様の応援が本当に心の励みになっておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。それではまた次回まで、バイバーイ。